日本の入国審査官によって上陸許可されたことを示す少女入国審査官とは出入国在留管理庁に所属する行政職または指定職の国家公務員で外国人の出入国審査、在留審査、口頭審理などの審査業務、難民認定に関する調査業務、日本人の出帰国確認を行うことを主な職務とする。 出入国在留管理庁の施設等機関である入国者収容所と地方支分部局である地方出入国在留管理局に配置されている。本庁の職員は出入国在留管理庁長官を除きすべて法務事務官または検事で構成されており入国審査官の官職の枠は存在しない。通例では国家公務員試験で任用された 法務事務官が任官される。同じ法務省所管の刑務官や法務教官のような別枠の採用試験制度はなく、同じ入管職員でありながら別枠採用試験のある入国警備官とは異なる任用制度となっている。一定の職務経験を踏んだ後に入国審査官への転換を命ぜられる際に昇格試験のようなものはなく、法務事務官採用者は 勤務年数さえあれば語学能力などには関係なくほぼ自動的に入国審査官となる。入国警備官からの転換は管理職以上の場合を除きごく稀である。なお、出入国在留管理局においては国家一種採用者は本省中枢で法務事務官として経験を積むことが前提となっており、 入国審査官として、地方出入国在留管理局で勤務する機会は一時的な、経験目的同時などに限られている。入国警備官と異なり入国審査官に階級はない。配属部署は、か、係制でなく、専門官制であり、配置に応じて、次のような役職名が付される。入国審査官及び入国警備官複製に、基づき対応される制服については、 町内では、次長以上は着用せず、審査管理官は状況に応じて着用、主席審査官以下は常時着用となっている。なお階級がないことから、階級章も存在しないが、入国警備官の階級章と類似したデザインの入国審査官賞を制服の胸部に着用する。町外では、制服は臨戦審査など許可行為を行うときは着用するが、 在留実態の調査など、直接許可行為を伴わない場合は、私服が普通である。また、組織における役職名とは別に、法令上の職務権限を表すための次のような、故障がある。ありがとうございます。